ヨシアキ5章、ヨルダン川のこちら側西の方にいた、エモリ人のすべての王たちと海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしない、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。その時主はヨシアに仰せられた。ヒエチ牛の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシアは自分でヒエチ牛の小刀を作り、ギブアテハラロテでイスラエル人に割礼を施した。ヨシアがすべての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち、男子すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て後、途中アラノで死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後、途中アラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間アラノを旅していて、エジプトから出てきた民、すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、父と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシアは彼らが無割礼のもので途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了した時、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところに留まった。すると主はヨシアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。イスラエル人がギルガルに宿営している時、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは吸い越しの生贄を捧げた。吸い越しの生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンとリー麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。さてヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはそのところ人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるんですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。